Let's get started. モエコチャンネル。はい、モエコチャンネル。本日のゲストはピースの角度は自分向き D のんちです。よろしくお願いします。はい。そして私ね、もうシールの製品です。モエコでーす。はい、はい、ということで今日は、はい、グランメゾン東京なんと最終回、前半と後半に分けて、はい、うん、感想を語っていきたいと思います。はい、だってノンチ TV であんまりやってないのでね、最近。そうなんですよ、ね。ネタバレありなしでどっちでいきます？もういいんじゃないですかね。いいかな、うん、ついに完結しましたね。はい、完結しましたね。わりかし良かったですね、うん、温かい、うん、始終なんかね、うん、まあまあ最終回らしい作りでしたよね。回想シーンも多いですしね、うんうん。ただ一個気になったのが、フルコースの時のリンダさんいらっしゃった時かな、レシピの名前なんですけど、面白い、あの、うん、温かい手長エビのスープですっていうのがありましたね、うん、テロップも出ましたけどね、うんうん、あれは、うん、冷たい手長エビのスープだと、うん、手長エビが冷たいじゃないですか、うん、それあったかいスープだろうよということで、うん、温かい手長エビのスープ、うん、手長エビの温かいスープでいいんじゃないかなっていう、うん、おー、なんかモノモースとすごいその順番が気になったんですけど、うん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 、もしかしたらフランス語の文法などにおける訳し方によってその形容詞が先に来てしまうのかなとか、なるほど、ね、よく考えると不思議なメニューって実はあるかもしれないなっていうのをなんか感じましたね、うん、どうでもいい話ですけどね。なんか食べたいのありました？食べたいの、僕はマグロ食べたいです、ね、あれ気になりますよね。ただあの私ずっとブツブツ言ってたと思うんですけど、うん、あのリンコシェフがね作る方はどっちかというと白身系の旗さっぱり系なのかなっていうのに対して、うん、まあ尾花さんの方はあえてのマグロっていうので、うん、あの魚料理っていうのはやっぱ淡白さを求められるのかな、フレンチの中においてはとか、そのあたりがちょっともう両方の振り切ってる方が肉と魚でいいのかなっていうので、全体のバランス考えるとまあ見ててもマグロ美味しそうだけど、マグロはマグロだけでいただきたいかもなっていうのをなんとなく感じたかなっていう。まあ私が日本人にしては珍しくマグロ信者がまるでないんですよね。なんかこんなに寿司寿司言ってるけど、うん、マグロを回転してるのを取らないという人なので、うん、嫌いではないですよ全然、うんうん、そこまでなんかマグロのありがたみが分かんないんだけど、うんうん、火通すとどうしても肉っぽくなるし脂っぽさがいい感じに出やすいので、うん、コテッとするのかなっていうのが気になったところですけどね、まあ、食べてはみたいですよね。まあ、ウニ系は全編を通して、ね、うん、食べてみたいなっていう、うん、まあ、スイーツは全然興味がないんですけど、萌えちゃんごめんなさい、萌え子から謝っておきます、ね、でもまあまああんまりその甘いの得意でない人も食べられるような、うん、なんかあのデザートがあってもいいかなとはちょっと思ったりもね、うんうん、すごいですね。でも、うん、料理に視点を持っていってますね。そうですね、なんかこのドラマってまあ、うん、前から思ってたんですけど、うん、もちろん木村拓哉さん、うん、そして、鈴木京香さん、うん、沢村一樹さん、及川光博さん、まあ、皆、うん、さんいらっしゃって、あ、玉森さんね、木村さん、あのありながらもやっぱ料理もだいぶ主役なんじゃないかなっていうのを感じているのでね、だから続編やっぱ言われてるけど厳しいっちゃ厳しいですよね。なるほど、うん、あとまあ萌子の視点で言うと何がって制作費がかかってるよねっていうのはもう群を抜いて他のドラマより、まあもちろん豪華俳優陣を含めロケ地の多さ、まあ、食材などにかかる費用
もう相当なその一つのシーン撮るのにね、うん、何度もやり直したりしてると思うので、うん、まあ、時間といい、まあ、フランス行ったりとか、うんうん、とにかく制作費がちゃんとかかってて、うん、まあ TBS らしいドラマだったなっていうのは、うん、また曲で言っちゃいますけどね、うん、なるほど、そんな気がいたしました。はい、はい、後半の方はのんち TV の方でまた掘り下げてグッとご紹介したいと思います。グランメゾン東京最終が良かったです。また後半もご覧ください。本日のゲスト D のんちでした。また後でね。